水管水管は、男子の平安装族の一つ。名称は糊をつけず、水をつけて貼った簡素な生地を用いるからとも、西雨量用に便利なためとも言うが、いずれにせよ簡素な服飾であることからの命名のようで、ある。仮絹に似て、万業の一つ短てである。ただし襟は、影楼で留めず、襟の背中心に当たる部分と襟の上前の端に、つけられた紐で結んで止める。 胸元と袖には草木くと字の装飾がある。袖口部分には袖ぐくりがあり、差し貫いた長部分を大針、短部分を小針と言い,い、下に出た余り部分を炉と称した。平安時代末期の絵巻では、都の庶民の多くが水管を着ている様子が見られる。生地は絹や麻布など一定しない。庶民は麻を染めたり吸ったりして、 色や文様を表した生地を用いていたようであるし、貴族が着る場合は、高級な生地を多用した。また、鎌倉時代から室町時代には、後部の同業の礼装として多用される。白拍子の水管も、同業水管と発想が繋がるものであろう。着装は通常袴に込めて着装するが、寺院の地語などには、かかり水管といって、仮犬のように袴の上に来て、 帯を締める着想も行われた。襟の紐は普通に結ぶほか、襟を折って胸前で結ぶなど様々な着方が行われ、近世武家古実においては諸説が行われた。貴族の着想の機会は、陰性期から鎌倉時代に上皇が宇治などの登場に見行きするときに、愚部の貴族が用いた礼などを挙げることができ、鎌倉時代後期の春日根源元気や、 名よた物語絵巻では、貴族が家庭内での略装として黄色い無紋水管を用いている図が見られる。しかし、室町時代に入ると貴族にもひたたれが広まり、武家もひたたれを多用したので、銅水管などを除いて着装機械は減少した。近世では、荒い白石像に水管着装図が見られるなどしばしば用いられたが、幕府の復職制度からは脱落している。 茎社会では、白製平犬や白製高地に白い紐、黒い袖ぐくりと菊とじをつけ、同じ生地で黒い菊とじをつけた長犬という水管が同業の霊装として多用された。またしばしば茎の従者の装束としても使用されている。女子用としては、白拍子が用いたことがよく知られている。第二次世界大戦後は、女子新色の略装として掛け水管が用いられた。 昭和63年、女子新職の装束が新たに制定されて、神社本庁の複製から一応省かれたが、規定の付記に当分の間用いることができると書かれている。したがって、現在も、水管を用いている女子新職もいる。近藤義和、平凡写真書、装束の日本史、P164 から174、ありがとうございます。